様こんにちは。今年も7周年のお祝いの会、感謝の集いを開くことができることになりまして本当にありがとうございます。皆様方が支えてくださっているおかげでこの言論テレビも続けることができています。去年のこの会で私はインターネットテレビを始めて本当に良かったというふうに申し上げたんですけれども、この1年間さらにその思いを強くいたしました。そしてやってて良かったし、社会や国のために役立ってるんだというふうに実感しております。令和の時代は課題山積です。そしてこの課題を解いて私たちと日本が前へと進み続けるには正しい情報がないといけないと思うんです。で、この正しい情報を拡散するその先頭に言論テレビは立ちたいと思います。どうぞ今年からもよろしくお願いいたします。今日は菅官房長官をお迎えして言論桜組の皆さんと一緒にこの2時間の会をいたしますが、私の敬愛するパートナーで月刊花田編集長の花田さんにまずご登場いただきます。花田さん、花田さん、はい、今年も感謝の集いです。そうですね、早いですね、はい、私は1年経ってから参加させていただいたので6年目なんですけど、この6年間でですね、一番嬉しいのは朝日新聞のですね、力がどんどん衰えてましてですね、はっきり言いまして、今やもう実質的にはですね、もう300万部台ということでございまして、常年司さんと一緒にですね、朝日新聞縮小団というのをですね、とにかく一部を減らそうというやってましてですね、それが一番嬉しいこと。一番びっくりしたのは、びっくりしたというかショックだったのは、桜井さんに叱られましてですね、番組中に花田さん、メモばかり見てたらダメよとこう言われましてですね、なんせ年を取ってるとですね、細かい数字を覚えないんですから、それでメモを見てたら叱られました。なるべく今日はメモを見ないようにやっていきたいと思います。じゃあ今年もね、はい、本当にこれから1年間頑張るのと今日の2時間、とにかく皆さんに来てよかったと思って、ね、いただけるようなセッションにしたいと思います、はい。菅さんの生の声を ね、お気になると非常に、その菅さんを一緒にお迎えする桜組皆さんをお呼びしましょうかね、はいはい、では桜組の皆さんにご登場いただきたいと思います。音楽をお願いいたします。まず衆議院議員の杉田水脈さんです。政論編集長の滝田真紀子さんです。沖縄で頑張っている賀那覇雅子さんです。外交安全保障問題の研究家です、鈴木邦子さんです。みんなに愛されている女性国士、中原恵沙恵さんです。合気道5段で美しくも強き日本女性、でも怖くはありません、桂木奈美さんです。果敢に挑み続けるジャーナリストの大高美希さんです。この人の右に出る名編集長、感性豊かな編集者はいません、瀬尾智子さんです。桜組の皆さん、どうぞよろしくお願いいたします。この私たちで今日はね、菅さんをお迎えするんですが、菅さんにお入りいただきましょうかね。はい、では官房長官の菅義偉さんです。どうぞ皆さん大きな拍手でお迎えください。菅さん、本当にお忙しい中おいでくださいましてありがとうございました。今日はですね、
この会場こういうふうに並んでるんですが、はい、あの官邸の菅さんがいつも記者会見をなさるそのイメージをでみんな並びましたあの記者会見室でこの令和も元号も発表してくださったんですよね。そうです、そうですね、はい、で、あ、すいません、こうやってこう刺してらっしゃる、気に入らない記者って刺さないんですかいやいや、あの私は全部平等に刺してるんです。全部平等に刺してる、はいはい、で今日はですね、答えは違いますけどあの去年の秋からですね、その韓国の大本院とかでその戦時朝鮮人労働者に関する、まあ、判決が相次いで出てるんですけれども、結局それっていうのは日本の統治が不法であるという判断を示しているわけですね。でこうなっちゃうと、その日本があの統治下で日本がやったことは何でももう慰謝料の対象になるっていうふうに韓国が言うことができるんですけれども、そういう国とじゃあ今から関係を良くしていこうっていうのは極めて難しいと思うんですね。あのこの関係をどうかせよっていうことで、あの経済界とか、まあ、メディアの一部とかはいろいろと政府にはものを言ってるんですけれども、うん、とこの今回 の韓国 その判断そのもの、これはその国と国との関係を根幹からあの崩すものであるという考えでは私はあるんですけれども、菅さんいかがでしょうか。あのそこは全く一緒です。ですからあの日本と韓国の間にですね、1965年に請求権協定という形で約束をしたわけですね。で国際約束条約というのは皆さんももちろんご承知だと思いますけれども、それぞれの国の行政立法、そしてこれ裁判所も含めて司法、こうしたものをそれぞれの国家機関が全て遵守するというのはこの国際法の大原則ですから、うん、ですからここについて今回違法な行為を始めたわけですよね。それは あくまでも韓国の国内の問題ですから国内で整理してほしいというのが私どもの立場ですね。これ条約結んでますから、で、まあ、政府としてはその条約のルールに従って最初に2国間で協議しましょう、うん、ずっと言ってました、これ、河野大臣。 そしてその2国間で協議ができなければ第三者国を入れて仲裁に持ち込む、このことも進めてました。しかしここについて、何もないというんですかね、違法状態をやはりこの変えるのはこれ韓国ですから、そこはあんま政府としてはまあ毅然としてですね、一貫して対応している。それと同時にまあ感情的にならないようにですね、うん、一貫して主張すべき点を主張しながら進めていくというのが今の政府の立場で、私はあの基本的にそこだと思いますよね。そこで時間がなくなりましたが、これは絶対聞かなきゃいけない、あの進次郎さんのことどうぞはい、なんであの官房長官がいらっしゃってるのに、うん、進次郎さんのことを聞かなきゃいけないのかって感じなんですけど、まあ、あの我々的にはですね、あの進次郎さんは官房長官の子分なんじゃないかとちょっと思ってるんですけれども。そうなんですか。いや、それは全くありません。そういうことはないんですか。ありません。で、あの世論調査でですね、あの朝日も日経もですね、あの官房長官を差し置いて、あの進次郎さんがですね、あの1位ですね、次の総理1位で 20% ぐらい の、まあ、あの支持を得ているわけですけれども、あの実はまあこの始まる前にこの女性陣、まあ、小柔道みたいな人たちにまあ聞いてですねその他にも私の周りにもいっぱいあの女性男性いますが、あの進次郎さんを支持している人がですね、まあ、いないんですよでですねまああの拍手が湧きましたよ、はい、まあ、あの今回ね、あの なんでその好き嫌い、まあ、進次郎さんが好きだとか嫌いだとかそういう問題ではなく、あの処理水 あの問題も、はい、処理水の汚染水の問題がありまして、はいはい、であの前環境大臣がその寄り添うだけではね、あの被災地を救えないというふうにおっしゃったと。で菅さんとの文藝春秋でのですね対談でもですね、憲法、あ、実は進次郎さんは憲法改正すべきだと言ってるんです、うん、あの中でね、うん、だけれども、あのそれが社会の分断を起こしてはいけないというような、そういう気配り、あの社会の分断にそれが、ね、なってはいけないというようなこともおっしゃっているわけですよ。
そういうですね、多分そういうところがこの我々コジュート的にはですね、なんかちょっと引っかかるんだと思うんですけれども、官房長官からですね、ぜひ進次郎さんのアピールポイントというかですねどこがいいのかをなんか教えていただければ助かります。難しい課題ですよ、はい、小泉進次郎という政治家はですね、今38で、こんなにできてる人間って見たことがないぐらいしっかりしてますよ、はい、それで、改革意欲非常に強いです、うんうん、実は私彼と最初に行動したのが野党の時に郵政完全民営化の法案を、まあ、元に戻すような法案、民主党を中心に自民党も賛成したんですけど、その時に造反したんです、一緒に造反仲間とおっしゃってましたよね、はい、まあ、選挙で完全民営化が決定しましたね、はい、でそれを揺り戻すような形で民主党の時に法案を 元に戻すような法案を出て、まあ、自民党も結果的に賛成するようになったんですけど、その時にたまたま一緒に造反をしたっていうのが、はい、うん、まあ、縁で、まあ、造反仲間って言ってるんですけど、それと彼、私すごいなと思ったのは農林部会長やってもらったんです、はい、農業、私秋田は農家の長男坊ですから、やっぱり日本という国、地方を良くするにはやはり農業改革をして農家の所得をやはり可処分所得を増やすということが、これ一番大事だと思ってるんです、うん、でそこで、生活をすることができるような仕組みを、まあ、政府として環境を作るべきだと。で農林部会って自民党はなかなか、田村さんよく知ってますけど、きついとこですよね、新しいことを進めていく中で、から農林部会長としてまとめたんですよ、はい、それで一緒にやった中でですね、例えば農協法、うん、農協法って60年ぶりに改正したんです、はい、当時60年前に農協は1万3000あったんです、今611しかないんですけど、60年間経ってそのままだったんです。自民党はなかなか手をつけることができなかった、これを彼は部会をまとめた。自民党はやはりどうしても与党ですから、与党の部会をまとめるというのが法案成立のために絶対に必要なことですから、それと農地をですね、規模拡大、これもまとめた。それと減反政策、これもやめたんです、うん、これも42年間続いてきた。減反しない人にお金やるっていうのは、これはやっぱりどう考えたらおかしかったんですけど、こうしたものも一緒になって私仕事して、その時に彼の影響力ものすごくあります、アピール力があります、うん、まあそういう中でそれを一緒にやったっていうのはものすごく大きいですよね、うん、ええ。言論テレビから会員募集のご案内です。言論テレビは内外で起きているニュースを掘り下げ、そこから何が読み取れるか、世界の動きの本質を探ります。求心力が働いているのがアジアであるならば、私たちはこの地域安全保障の枠組み、今世界はこうどっちかというとその遠心力で離れつつあるけども、ここで一つ求心力を作っていくということは不可能ではないかもしれない。皆さん本当に今日本人の頑張り時なんですね。頑張らなきゃいけない。
会員になっていただきますと、桜井キャスターの君の一歩が明日を変えると、花田編集長の右向け右の動画をいつでもオンディマンドでご覧いただけます。さらに桜井キャスターのメールマガジンや週刊誌などに発表するコラムもお読みいただけます。正会員登録は月々972円または1年で1万800円です。桜井よし子と共に歩む桜会員も設けました。年会費は一口10万円です。正会員のサービスに加えて桜井キャスターの新刊本をサイン入りでお送りいたします。感謝の集いなど言論テレビのイベントには無料でご招待いたします。皆様の入会を心からお待ちしています。詳しい情報は言論テレビのホームページをご覧ください。今一番聞きたい人に一番聞きたいことを聞く右向け右という番組。キャスターは名編集長として知られる花田和義です。花田編集長の右向け右は毎週金曜日夜10時からです。桜井キャスターの君の一歩が明日を変えるに続いての放送です。その吉田長所なるものをね、そのしかもその長所を公開しろっていうことをね、他の長所も含めて朝日は主張してるんだけど、でも私なんか思うに、その長所をじゃあ朝日が入手してね、公開しろっていうなら、まずてめえからね、この吉田長所を公開したらいいじゃない、全部。番組のテーマは今聞きたいことを聞きたい人に聞く。対談ゲストは今話題の旬なゲストをお呼びいたします。金曜日の夜は桜井よし子の君の一歩が明日を変える、そして花田編集長の右向け右、ダブルコンテンツでどうぞお楽しみください。